久保さん。水掛け論の由来。ああ言えばこういう。こう言えばこういう。<laughs> まあ僕は、あの、言葉の意味って、うーん、その人がどう捉えるかだと思うんですよね。例えば、失敗という言葉の意味をどう捉えるかじゃないですか。だから失敗は悪いことっていう捉える人もいれば、いや、失敗はいいことだよって捉えること人もいる。じゃ失敗はいいことだよって捉える人の考えの中で、 まあ成功した人の中で失敗せずに、あの、うまくいった人はいないとかね。まあ僕たま、よく使うんですけど。どうすかね。久保さんが麻雀店で失敗していなければ、多分ネットビジネスに行ってなくないですか麻雀店で毎月1000万ぐらい利益上がってます。どうやってネットビジネスくるんですか <laughs> どうすかね。麻雀店の失敗があったから、ね。 あの今があると思います。まあもちろん、そのやった工程はもちろんありますよ。ほとんどの人も、ほとんど、まあ、久保さんみたいに麻雀店を経営してる人はほとんどではないんですけれども、まあうまくいかなかった。人生あまりうまくいかないっていう人はいるでしょう。ね。いろんな局面で。で、その局面、局面で、じゃあそれをどう捉えて、じゃあどうするっていう話で。だ結局その捉え方次第かなと。 まあ、久保さんがね、受信力っていうね、即化塾で掲げてますけれども、どう受信するのかと。まあ、受け取りの法則とかにしておきましょうか。かナポレオンヒルの、ナポレオンヒル財団の人が言ってたんですけど、あの、引き寄せの法則をマスターするためには受け取りの法則っていうのがあって、この受け取りの法則をマスターしてない,してないと、実は引き寄せの法則っていうのは発動しないんだよっていう話をね、以前されてて、へーって聞いてたんですけど、ね、財団の人が。<laughs> ね、でもまさにそうだなと思いますね。 だって、ね、失敗は失敗だって捉えてたら、新しいもの引き寄せられます例えば、久保さんがね、ふざけんな、こんなにね、俺は、あのー、深夜営業もせずね、真面目に営業してて、ふざけんなよと。なんで他の奴らはね、深夜営業もしてね、違法な行為をしてて、うちはちゃんとやってるのに、ふざけんなと。なんでうちだけ赤字なんだ、ふざけんな、ふざけんなって言ってて、何か新しいものを、 引き寄せられるでしょうか <laughs> もしね、じゃあ他の麻雀店を訴えてね、裁判しててね、じゃあネットビジネスなんて来ます <laughs> 新しいもの引き寄せられますか引き寄せられないですよ。だからこれが、まあ、人のせいにするとかね、まあ、そういう話にもつながってくるわけなんですけど、だから自分の責任をどう捉えるかっていうことですよね。うん。だからそれは、まあ、あのー、多分ね、これはね、勉強していかないと、まあ、難しいんじゃないかなと。 まあ僕も最初は人のせいにするっていうステージだったので、うん。なんか例えば、うん、人のせいにする。まあ、一番確固たるものは親のせいですよね。なんでうちはこんな貧乏なんだみたいな。うん。なんでうちこんな貧乏なんだっつってね、貧乏を妬み、嫉妬して、うん、嫌でしたけどね。 で、まあ、あのー、ちっちゃい頃、ミニオン盗んで、あのー、問題になったりとか、チャリンコ盗んで、警察沙汰になったりとか、ね、買えないから、うん。まあ、そういうステージはありましたよ。うん。だけど、今はいろいろ成長していく過程の中で、いろんなことビジネス学んで、まあ、結局、その、どう捉えるかですよね。だ松下幸之助さんも、なんで成功したのかっていうと、 まあ、家が貧乏だった。あーあー、なんだ、家が貧乏、病気持ちいい、勉強、頭が悪かったと。っていう捉え方ができたからですよね。だから自分は人よりやらないといけないなと。わかります自分はこうだから、じゃあやらないといけないなと。だ僕も動画撮れる一つの理由としては、人より劣ってるし、未だに人より劣ってる。偉そうなことは言ってるけれども、人より劣ってるわけですよ。 だから人より劣ってることを、まあ、僕はあの受け入れてるし、理解してるので、だから人よりやる。動画本、だって再生数なんか受け入れるしかないじゃないですか。人から見たら、前も言いましたけどね、前回の動画でも言いましたけど、人から見たら、お前偉そうに言ってんだよと。その通りですと。その再生数でね、何がネットビジネス15年やってんだと。15年もやってる男がこの再生数かと。バカじゃねえか。その通りですと。その通りなんです。<laughs> だからこそ人よりやります。だから今があります。人よりやってきたから今があると。それは僕しかわからない事実ですし、久保さんにしかわからない事実。だからその行ったその先にしか見えないものっていうのがあるわけですよ。まあいろいろ申し上げましたけど、まあ受け取り、どう受け取るかですね。いってらっしゃい。